こんにちは、サラです。本日の動画は3つのウィッグショップのフルウィッグを使用して、じゃじゃん、前からドライヤーの強風を当てて生え際がどのように見えるかっていうのを検証していこうかなと思います。フルウィッグを選ぶときってどうしても風が吹いたときにどう見えるのかが心配だったりとか気になるかと思うので、今回はそちらを検証していこうと思います。そして3つのウィッグショップはこちらの動画の1個前の動画で紹介した私がね買ってよかったウィッグランキングのフルウィッグ部門のこの3つを使用したいと思います。3位のピンクエイジさんの想定上のフルウィッグ、2位は私元気ウィッグさんの部分定上のフルウィッグ、1位はブライトララさんの部分定上のフルウィッグ、こちらの3つを検証していこうと思います。では早速なんですけど、3位のピンクエイジさんの想定上のフルウィッグの方から着用して実際にドライヤーを当てていきたいと思います。ではまずこちら被っていきたいと思います。沖縄暑すぎて私半袖なんですけど、最近本当に暑い、1月とは思えない気温です。こちらのウィッグの詳細はこの辺に貼っておきます。まあこんな感じですかね。はい、こんな感じ。ちょっとねセットは検証なのであんまりしないんですけど、被れたらこんな感じ。では早速強風を当てていきたいと思います。いきます。はい、こんな感じです。見えますか？バーって上がってこういう風な見え方になります。こちらのウィッグはフロントレース、このフロントの部分がねレース部分になっていて、一本一本手植えの商品なので、まあ風が吹いても結構ナチュラルですよね。私的には前から強風が吹いてもすごくバレにくいウィッグなのかなと思います。もともとセンター分けのウィッグなので、この部分がしっかり作られているのかなという印象でした。はい、では次のウィッグに行きましょう。次のウィッグはランキングで2位だった私元気ウィッグさんのウィッグになります。はい、では着用できたのでこちらも検証していきたいと思います。いきます。見えましたでしょうか？さっきのピンクエイジさんの商品みたいに風が吹いた時にこう髪の毛が全部上にバーっていう上がる感じではなくって、少量髪の毛が残ってこの辺が見えるという感じです。これなんで全部の毛がブワって上がらないかっていうと、わかるかな、このベース部分のキワキワまで毛が植えられてるんですよ。そうすることによって強風が吹いた時も全てがこう持ち上がらずに、逆にキワキワに植えられてる毛だけ残るっていう感じになっているからかなと思います。まあ多少ねこうなんていうの、境目が見えてしまうことはあるんですけど、ウィッグがペローンとめくれないので、その点ではすごくいいかなと思います。はい、では次のウィッグに行きましょう。次のウィッグがブライトララさんのウィッグになります。はい、では着用できたので早速前からドライヤーを当てていこうと思います。いきます。はい、こちらもさっきと同様、私元気ウィッグさんみたいに少しの毛が残るような感じになります。そしてこの辺を見てみると、さっきのね私元気ウィッグさんのウィッグより多分ね毛の密度が高い、なのでこのベース部分の肌色が見えにくいかなという印象です。こちらもしっかり見ていただくとこの境目が分かりはするんですけど、さっきの私元気ウィッグさんのものよりかは、まあ、見えづらいかなっていう感じです。こんな感じで皆さんどうでしたでしょうか？ウィッグを着用している私たちにとって風ってすごく問題点、気になるところだと思うので、こういった検証をしてみました。今回は前から風を当ててみたんですけど、この動画が好評だったら横から風を当てるバージョンも撮影していこうかなと
考えています。私的には3つドライヤーを当ててみて、やっぱり一番自然なのはフロントの部分がレースになってる一番最初のピンクエイジさんのものが、やっぱり見え方はナチュラルなのかなという感じです。なので前からね、風吹いた時とかに絶対バレたくないっていう方はフロントレース、レースフロントのウィッグを選ぶといいと思います。はい、では最後になるんですけど、ちょっとイベントの告知をさせてください。2024年3月2日土曜日にウィッグ試着会 in 沖縄を開催したいと思っております。もうすでにね、公式 LINE の方では募集をかけているのですが、動画ではまだ伝えてなかったので詳細をお話ししていこうと思います。日付はさっきもお伝えした通り2024年3月2日土曜日で、場所がイオンモール沖縄ライカムになっております。そしてウィッグ試着会ということで、今回も無料で参加することができます。ただこちらは完全予約制で個別に対応予定なので、時間がね、20分単位で予約していただく形になるんですけど、最大8名ってなっております。で、今のところ残り5枠となっております。で、参加方法は概要欄の方にアンジュサラの公式 LINE を貼っておきますので、そちらからウィッグ試着会 in 沖縄参加希望という文章を合わせて、希望の時間帯を概要欄に貼っておくので、その中から選択してメッセージを送っていただけたらなと思います。早いもの順となっておりますので、参加ご検討されている方は早めのご連絡をお願いいたします。そして今回のウィッグ試着会は3社のブランドのウィッグを用意しております。さっき紹介した3社なんですけど、ピンクエイジさん、私元気さん、ブライトララさん、この3社のウィッグを着用することができるので、ぜひぜひこの機会に触ってみるだけでもいいので、ウィッグを体験していただけたらなと思います。はい、ではこんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。